夫ですから。それより助かりました。皆さん本当にありがとうございます。ちょっと待って、これでまだ終わりじゃないんだね、ナナミ、ケンジ。後でナナミの店に来てくれるか。え、絶対に来てね。いいんですか、こんな。大丈夫、お母さんに頼んでお店貸し切りにしてもらっちゃったから。え、そんな。たまにはいいのよ、気にしないでね。早く座れよ、さくら。そうだよ、早く早く。いいんだよね。なんか湿っぽくなるの嫌だから、今日は楽しくやろうぜな。はい。じゃあまずは乾杯。乾杯。さあさくらさん、みんなも遠慮しないでたくさん食べてね。今日は特別サービスだから。ありがとうございます。よっしゃ、めっちゃ食べるぜ。ちょっとは遠慮しなさい。そんな。何やってんだこのバカプル。これを私にですか。まあ単なる寄せ書きなんだけどな。受け取ってくれるかな。もちろんです。ありがとうございます。ずっと大切にします。じゃあそろそろお開きにするか。ねえさくらさん、私の家に寄っていって。せっかくなんだし。さあどうぞ、適当に座ってね。あのね、実は渡したいものがあるんだ、個人的に。え、開けてみて。わあ、ありがとう友坂さん。ねえ、お手紙ちょうだいね。私も出すから。それで彼氏ができたら報告しよう。いい彼氏お互いに作ろうね。うん。おーい、鈴鹿、ちょっと来てくれないか。うん、なんだろう。ちょっと待ってて。もういつになったら覚えてくれるのよ、留守録くらい。すまん。叶わないな。
じゃあ気をつけてね。波多野、家まで頼むぞ。任せとけって。あの、本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。友坂先輩とこの絵先輩の部屋ってあんなに近かったんですね。え、まあ、あれだけ近かったらそりゃ仲良くなるわなって感じだよな。私なんか40分もかかるんですよ。自転車でも15分。もう勝負になりませんよね。よし、じゃあ40分間俺のバカ話でも聞いてもらおっかな。へえ、それはきついですよ。なんだよそれ。